コマンダンテストは第一次世界大戦後にフランス海軍が建造した水上規模艦で同型艦はない。フランス海軍のパイロットで1920年に当時建造中だったフランス初の空母ベアルニエの初着艦を成功させたポールテスト少佐にちなみ命名された。なお、コマンダントはフランス語で司令官あるいは指揮官の意である。本艦は フランス海軍の1926年度海軍計画において、水蒸気母艦一隻を整備することが議会で承認された。水蒸気母艦としての紹介任務や、艦隊の水蒸気の整備と補給を行う、工作艦としての施設も設計に盛り込まれた。船体には、長さ84メートル幅27メートルの、格納庫とカタパルト4機、釣り上げ能力5から12トンのクレーン5機など、 本格的な航空装備と補修用の工作設備を有する水上規模艦となった。自衛用として10センチメートル単装航格砲12門と隠し対空火器を搭載し、防御装甲も原則と主パンに50ミリメートル装甲を張るなど一世代、前の軽巡洋艦並みであった。搭載機は主に水上攻撃機と小型飛行艇で1930年代後半には、 ラテコエール298水上攻撃機12機とロワールニューポール130小型飛行艇14機を搭載していた。1926年度計画で建造。1927年9月6日にジロンド造船所で起航し、1929年4月12日に浸水、1932年に浸航した。収益後、地中海艦隊と協力して、 収益試験を行った。1935年11月から1936年8月まで回収され、10センチメートル広角砲に棒立てが施された。1937年9月からはオランに拠点を置き、スペイン内戦中に中立戦を通称破壊から護衛する任務についていた。1938年2月、トゥーロンでカタパルトを改装し、 フランス本土と北アフリカのフランス植民地との間で航空機を輸送する任務に就いた。1939年8月、6機のロアール130と8機のレート298を積み込み、オランに向けて出港した。その翌月、第二次世界大戦が勃発した。1939年12月まで北アフリカの海域に留まり、 その後、トゥーロンに戻って、飛行機を陸揚げした。1940年代前半は、フランス本土と、北アフリカ植民地との間の航空機輸送を、担当した。1940年6月下旬、過密な病地となったオランからメルセルケビールに移された。1940年7月3日、イギリスによる、メルセルケビール海戦で砲弾の破片によって昇破。 したが、死傷者はなかった。10月18日に、トゥーロンに到着し、武装解除された。1941年6月、砲撃訓練戦として、最終役した。ドイツが、ビシーフランスに侵攻した時、コマンダンテストは、トゥーロンに停泊していた。ドイツ軍は、トゥーロンのフランス艦艇を奪取しようとしたが、1942年11月27日、 フランス海軍の指揮官たちは、トゥーロンに停泊していた、全艦艇を一斉に自沈させた。1943年5月1日に、イタリア軍によって扶養されたが、イタリアが降伏したため9月に、ドイツ軍に露覚された後、1944年8月18から19日に、連合軍の爆撃を受けて沈没した。1945年2月に再扶養され、修復して、 高速軍隊輸送艦か、練習空母に改造することが検討された。この案は最終的に却下され、1950年5月15日にスクラップ用に売却され、1963年に解体された。ありがとうございます。